今年6月に地球に帰還し、その後の隔離およびリハビリを終えた有人宇宙船神舟15号の宇宙飛行士は7月31日、帰還以来初めての記者会見を北京で行いました。神舟15号は昨年11月29日打ち上げられ、3人の宇宙飛行士は中国独自の宇宙ステーション天宮に半年間滞在しました。その後、軌道上で神舟16号と任務交代を行い、6月6日に地球に帰還しました。中国の宇宙ステーションの建設に参加することができて、またその完成に立ち会うことができて、非常に光栄で誇りに思います。私は執念と夢の力を信じています。それは党と人民から託された困難なミッションを断固としてやり遂げる推進力です。4回の船外活動を通じて宇宙事業と使命への理解が深まりました。国のために、国民のために、そして宇宙事業のために全力を尽くしていきます。3人は健康状態の確認後に通常の訓練を再開する予定です。